皆様、毎度です。太陽です。毎度です。うつ主です。早速クエヌを食らってしまいました。パルテナの命運火力技だからな。気をつけないと。まあ、これもだいぶ食らうこと減りましたから。それほんとか？重量級なら必要経費で割り切れるんでしょうが、ルキナだとそうもいきませんからね。上にずらせば被害は軽減できるそうだから、それは必須だな。最近スマブラが知識ゲーなのではと思い始めてきました。まあ、半分大げさではないかもなそれ。パッと見確定してそうで全然確定してないコンボとかあったりするしな。ガード入れ込んでたら間に合うやつとかあるよね。だからまあ、知るってのは大事だ。勉強は怠るなよ。はい、よしよし、空母は食らわずに済みましたよ。後ろ向いてたしな、真っ先に警戒するとこだ。付き合わずにスルーできたな。よしよし、今回は枯れましたよ。さっきも相手さん復帰ミスしてたもんな。いい判断だ。ちょっとずつですが試合中にそういうところも見られるようにはなりましたね。いい傾向だ。相手の癖や行動を試合中に見抜くのはなかなかに大変だからな。ですが大事なことなのでこれも少しずつ習得していきますよ。さすがに相手さんも修正してくるか。まあまあ、あの位置じゃ外してもこちらにリスクはないので大丈夫です。上京から空母で追い出し、いいぞ、パルテナ様は崖の2フレームに当たるんかな。パッと見姿勢はいいように見えて意外と剣先だとヒットしますね。だが、どちらかといえばまた復帰ミスを狙っただろう。あ、バレましたか。まあ、お相手さん恐怖症なのかもしれんから、起こりうることだろうがな。そこで横強は判断誤ったと思います。ストック有利だったし引いてもよかったな。無難な手を打ち続けるのもまた難しいことだね。強力なシルブレである。さすがにあのタイミングでガードはしないか。そりゃそうだろ。さすがに虫が良すぎる。相手のミスを狩るのはもちろん大事なんだけどな。だからっつって根拠もなしにミスるだろう。わっけんだ。さっきのように復帰ミスしたとかなら別だがな。よしよし、崖上がりを買ってストックいただきましたよ。やるやん。ダメージ的にもまだこちらは撃墜はされないでしょう。慌てずとも今の立ち回りで十分戦えるだろうな。ですね、落ち着いてしっかりやっていこうと思います。しかしまあ、パルテナ様も弱体化に次ぐ弱体化でなかなか悲惨だな。まあ、今までが強すぎた感もあるけどね。現状で毛布で成績残してる人もいるからな。今でも強いのは間違いないだろう。どっちにしろ対策なしで戦うのはしんどい。最近はパルテナ様以上に面倒くさいキャラが増えてもう大変なんすよ。DLC のキャラ筆頭にもう大変だよね。まあ、泣き言言っても始まらねえ。一個ずつやっていくさ。ちょっとずつですが、強くなるのが楽しい。なかなかそのメテオは決められんな。パルテナ様に対しての復帰阻止には有効なんですが、これがなかなか厳しい。下強下スマは、まだ飛ばんか。いいです、展開は悪くありません。ガーケンドルフィンでいただきぜ。いい感じだな、お見事。まだまだ頑張ります。未来を変えてみせます。おお、また珍しいのに当たったな。レミーですか。まあ、クッパジュニア自体珍しいですよね。メカクッパに大砲と遠距離武器、それに接近戦も強い、厄介なキャラだな。焦って攻めがちだけどそれはやめた方が良さそうだね。結局待たないといけないのか、めんどくさい話だ。それも終点で、だよね、きついな。戦場なら台でやり過ごして器用に立ち回ることができるんだがな。とりあえず前を広めに取っておくことが大事かな。そうだな。とにかく飛び道具に不用意に当たりたくはないんでな。猛烈にガン攻めして圧倒的勝利とかできませんか。それができれば苦労はしません。ですよねー。あの体当たりにリスクつけられんかな。結構めくれるよねー。おっと、すまんがそれは狩らせてもらうぞ。ナイス撃墜。不慣れなカードで先行できたのはでかい。やっぱり先行するってのは大事だね。後追いだとどうしてもしんどくなるからな。逆境に強くなりたいね。終点はより着地に気を使うな。崖に逃げるケースも増えちゃうね。今かなり危なかったな。あそこでガバしたら先行した意味がなくなるよ。敵さん狙い突っ込んでくるな。撃墜を焦ってるのかな。付き合わず A 波でちっちくダメージを稼ごう。まあ、それが無難だよね。これならたとえ当たって崖に出されても、復帰阻止さえされなければ問題ないからな。うぷ主、何か一言お願いします。
帰をつけても復帰阻止されることはあるんだな。まあ、ワイヤー復帰はそれなりに弱点あるけどね。あの辺の下から変えるか、上から変えるかも読み合いになるからな。思いっきりフラグになっちゃったね。なに、一度のミスは一度の成功で取り返す。それ前も言ってたね。私だって成長している。メテオ以外でもしっかり撃墜してやるさ。アルセームついてたら撃墜技一気に増えるからね。よし、アルセーム発動。ここでストックを落としてやる。ここでまさかメテオは全てを解決する、とか言わないよね。私がそんなわかりやすいベタベタなオチをすると思うかね。その証拠にだ。さっきの撃墜はジャンプ読みで空前したぞ。お見事、あれはいい読みだね。アルセームも残りわずかか、小屋長引きそうだな。ここからが勝負だよ。メテオは全てを解決する。あ、結局メテオでぼったくってもうた。長引くとは一体。まあいいや、勝てたし。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。